ショートケーキなど甘みのある食品はおやつやデザートとして食べられる。甘みとは味覚の一つ。菓子や果物などの甘いものを食べた時に感じる味。甘みとも呼ぶ。砂糖キビなどから生成された砂糖や果物に含まれる加糖などが甘みの主なものだが、近年は甘味料を使い人工的に甘みをつけていることも多い。甘みの強さを甘味度といい。 スクロースの何倍甘いかを数値で表す。糖と甘味料の相対的な甘さフルクトースが商業的に食品や飲料に使われる主な理由はそのコストの低さと相対的に強い甘さである。フルクトースは天然に存在する糖の中では最も甘くスクロースの1.73倍甘いとされている。その甘さはピラノース型のものでありフラノース型のものは 砂糖と同程度の甘さである。フルクトースは温めるとフラノース型が形成される。フルクトースは高温ではスクロースの60%の甘味度しかなく、摂氏40度以下でないと砂糖よりも甘くならないので、フルクトースの甘さは温度によって大きく左右される。フルクトースを含む果物や天下糖は冷やすと甘みが強くなる。フルクトースの甘さは、 スクロースやデキストロースよりも早く近くされ、味の感覚はスクロースに比べより早く、より強いピークに達し、早く減衰する。フルクトースは他の風味を強めることもできる。このフルクトースの甘みの強さを利用して、天下糖や異性化糖が利用されている。特に異性化糖は成分に応じて、ブドウ糖加糖液糖や加糖ブドウ糖液糖とも呼ばれ、その甘みの割に、 コストが安く、清涼飲料水に多く使われている。カロリーの制限が必要な糖尿病の患者や、ダイエットが目的の人のために、など、カロリーが低いが、甘みは強いという成分を使用したノンカロリーシュガーと呼ばれる人工甘味料があり、ダイエット飲料などに利用されている。無機化合物では、塩化ベリウムと、酢酸鉛が甘みを持つ物質として知られているが、 両者とも毒性が強い。自動車のノスなどに使われるアサンカチッソは吸引すると抗気と甘みを感じる物質である。有機化合物では100種以上の化合物が甘みを持つことが知られている。特にクロロホルム、ニトロベンゼン、エチレングリコール、グリセリン、グリシン、グリコーゲンなどが有名だが、クロロホルム、ニトロベンゼン、エチレングリコールなどは毒性が強いことで知られる。 グリシンは、北国赤エビ、ナミクダヒゲエビ、ユムシなどの主な甘味成分で、ホタテガイ類の貝柱はグリコーゲ原による甘みを持つ。世界で最も甘い化合物はラグルネームで、砂糖の22万から30万倍の甘みを持つと、される。ありがとうございます。